中村敏江は日本最大級の宅配ポータルサイト出前館の代表を約20年にわたって務めた。現在はエグゼグティブアドバイザー。2010年より大阪大学非常勤講師を務める。2021年より日本 M&A センターの専務執行役員 CEO と山県高岡市出身。関西大学文学部卒業。大学在学中。 学生企業家として、女子大生を組織し、モーニングコール事業を立ち上げる。その活動は、当時の朝日新聞、天聖人語で紹介された。在学中からアルバイトとして、ほぼ毎日働いていたリクルートに、大学卒業後に入社。月間ハウジング事業部に配属され、入社1年目で、トップセールスとなり、MVP 賞を受賞。その後、インテリアコーディネーターを経て、 1998年、ハークスレイ入社。制服を着たくないという理由から管理職を目指す。反則費のコストダウンを実行し、入社6ヶ月後にマーケティング部門の管理職に、ケータリング事業の立ち上げなどを行う。2001年プランニング会社のキトプランニングというプライベートカンパニーを設立。同年、ハークスレイ時代から取引のあった夢の、 町創造委員会マーケティング担当役員に、2002年夢の町創造委員会代表取締役社長就任、組織やサービスの仕組みの改善を行い、2005年に同社は黒字化。2006年8月に同社は大阪証券取引所に上場。2009年よりカルチュア・コンビニエンス・クラブの最高人材責任者として同社のボードメンバーとなり、 2012年4月、取締役執行役員就任。2012年9月、夢の町創造委員会代表取締役会長を経て、同年11月、代表取締役社長に復帰。2020年6月、代表取締役会長に就任。2020年11月、エグゼクティブアドバイザーに就任代表復帰後は、んにも、amazon.co.jp。 ライン、e 朝日新聞社等、様々なアライアンスを実現、また、薩摩やビス堂など、複数の企業の M&A を行うなどして、出前館を時価総額2000億円を超える企業に、育てた。好きな言葉は、観南南寺をたまにす。プランニング開日本社で独立した当時から、外部コンサルタントとして同社に関わっていた。当初、出前館は、加盟店舗へ、メールで、 出前注文が流れるようになっていた。しかし、昔ながらの中華店や蕎麦店などはネット環境の整っていない店舗が多かった。そこで出前注文をファックスと電話を利用して店舗に伝えるという現在の出前間発注システムを作り上げた。イコール、イコール執筆活動イコール、イコール日本 M&A センター。ありがとうございます。